立川こしらさんがラジオ沖縄で番組をするために今クラウドファンディングをしているっていうことを知ったんです。だから私ね、いろいろ応援していきたいと思うんですけれど、このクラウドファンディングの特典として、立川こしらさんに弟子入り修行をしたり、ディレクター体験をしたり、笑い屋も体験できるでしょ。私が弟子入りしたら立川こしらさんだから、立川トモラそんな感じになるのかしら。楽しみですね。ぜひ皆さんクラウドファンディングチェックしてみてください。